はい、皆さんこんばんは。チャットボックス映ってるかな。よいしょ。はい、さあやっていきましょう。ゆうゆの日本語ラジオやってまいりました。今日もね、今週もスタートしましたけども、あ、顔が暗い。ごめん、めっちゃシャワー浴びててまだ髪の毛が濡れてるんですけど、よいしょ。はい、今日もねのんびりやっていきましょう。いよいよ今週 JLPT ですね。なんか皆さん頑張ってください。 なんか皆さん頑張ってくださいってごめんなさいね。ちょっとじゃあアンケートだけ入れとこうかな。アンケート、今週 JLPT 受ける。はい、こんばんは、みんなよろしくね。もしね、今日はフリートークなので、あの皆さん質問があったら自由に聞いてくださいね。はい、受ける。よいしょ。いいえ、受けない。よいしょ。はーい。お、カンザス州からありがとうございます。ライブここから始まりますか。そう、今ちょうど始まったとこよ。皆さん知ってるかどうかわからないんだけど、このライブは毎週火曜日の8時、日本時間の夜8時半からスタートです。はい。お、ナンタさん、オフィシャルさん、スーパーチャット、スーパーステッカーかな、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、じゃあ今日はこのナンタさんのスーパーステッカーでコーヒーでも買おうかな。こんばんは、アニュハセヨ、アニュハセヨ。はーい、よろしくお願いします。さあ、ナイスパー、ナイスパー、ありがとうございます。そうですね、日本の長崎から聞いてます、ありがとうございます。はい、晩ご飯食べましたか。僕今ね、メキシコのグアダラハラっていう町に住んでるので、今は朝の5時半です。早いんだよ、朝早いんだよ。うん、そう。あ、ディスコースサーバーから出て入ったところです。あ、お話ししてたんだ、いいじゃないですか。はい。さあ、あ、でも結構受ける人もいるんですね、半分ぐらいね。よいしょ。いや、大変だよね、緊張するよね。僕ね、今までテストというテスト合格したことがないんですよ。そうなんですよ。高校になる時も大学に入る時も僕テストって受けたことないんですよね。そう、全部ね、推薦っていう形で大学とか高校に入ったので、そう、推薦っていうね、推薦っていうのは、なんていうのかな、おすすめみたいな。うん、高校生の時は水泳、プールっていうか水泳がね、水泳のなんていうのかな、推薦で、スポーツの推薦で入って、で大学の時にはその学校の推薦で大学に入ったから、ちゃんと勉強したことないんですよね。ほんと JLPT 勉強してるじゃないですか、みんな。すごいなと思って、なんか結構学生とかのインスタグラムを見ると、こう毎日勉強して、ね、書いてっていうのをやってるのを見るとね、いや本当に尊敬します。リスペクト、皆さんリスペクト。はい、そうですね。お、ライブ初めてです、ウズベキスタンからありがとうございます。豊橋市から静香さん、ありがとうございます。今日もメガネかけてないね、今日メガネかけてない。そう、メガネかけた方がいい。はい。ミャンマーから聞いてます、ありがとうございます。いつも早起きしますか。いつもは早起きはね、しない。あー、でもどうなんだろう、このライブがある火曜日と木曜日は朝5時、いや5時半からライブスタートだから、朝起きるのは4時半とか、4時半に起きてぼーっと YouTube 見て、シャワー浴びて、でまあスキンケアして、そう、もうスキンケアしてるからもう調子いいですよ、完璧ですよ。髪の毛乾かす時間がなかったんですよ。はい、そうで、月曜日、水曜日、金曜日はだいたい朝6時半とかに起きるかな。結構僕朝早いんですよ、朝方っていうのは朝強い人、夜方っていうのは
夜型っていうのは夜強い人。みんな朝型？夜型？はい、僕はね割と最近朝型かも。昔は結構夜型だったんだけど、うん、朝強くなったかな。でもね朝型とはいえ朝起きて今5時半じゃん。で夜じゃない、昼の11時とか12時とかだと全然ダメ、もう寝ないとやばい。うん、どっちでもいいです。ゆうゆうさんはいつもかっこいいからありがとうありがとう。そう、あと他にニュース何かな。ね結構ね最近コラボ頑張ってやってて、あそうそう、昨日の昼ぐらいからあのミクリアルジャパニーズのミクさんと YouTube でライブしたんですよ。うん、そうなんですよ。でテーマはね女言葉男ことパパティティティを話じゃあの女性言葉男性言葉っていうのを話しました。結構面白いテーマだったんじゃないかな。そう、日本語はさあの男性言葉女性言葉っていうのがあるんだよ。なんだろうな、なんとかだわとかなんとかよねとかなんとかかしらとかっていう、まあ女性言葉もあるし、お世辞するなよ、おいキムさんそこはそうだよねでええやんけ。はい、進撃の巨人終わった。どうだったの？僕進撃の巨人ね途中からちょっと諦めちゃったんだよね。うん、そうそうそう、あ朝型、朝弱いので夜型、朝型人間。うん、イギリスの人です。ポールさん、イギリスの人です。よろしくお願いします。夜型です。毎晩12時に起きます。あ、毎晩12時に毎朝起きるのかな。うん、今日はとても素敵な先生。みんな女子って大事よ。あのねいつも私言うの、女子はね普段は大事じゃないけど、この場合は結構みんな大事だぜ。今日はとても素敵と今日もとても素敵、これ全然違うからな意味全然怒ってないけど、はい、クリエイティブルナさんな、うん、今日はとても素敵、これもし彼女とか彼氏とかがいた時に今日は綺麗だね、今日は素敵だね、これはね爆弾よ。爆弾ってわかる？これ爆弾な？うん、そう、怒られるで。うん、今日はとても素敵、今日もとても素敵、これ今日もとても素敵な、うん、いつも素敵だし今日も素敵って意味な。そうそうそう、か今日はを使いたかったら今日は特に素敵、こんなもいいですね。うん、今日は特に素敵、いつも素敵だけど今日はとても素敵。あ、そうだな、はい、あ受けたかったのに遅れちゃったんだね。まあ来年もあるから、あ日本もなくならないし JLPT もなくならないよしばらくは。先生間違いじゃないけどな。うん、はいはいはい。おう、これチオンさんでいいんだよね。日本語能力試験 N1 に合格して全然会話できなかった自分はディスコードサーバーで知り合った N3 か4に受験している、もうすでに日本語がペラペラ喋れている他の国の学習者同士を見たらなんて不思議だろうなと思ってて、おやっぱり日本語能力試験は能力ではなく知識試験なんじゃないかなと思うようになりました。そりゃそうよ、テストだもん。テストだからやっぱ日本語知識試験になるよね。どれくらいボキャブラリーを知ってるかとか、どれくらい使い方がわかるかのテストであって、どれくらい使えるかのテストではないわな。まあもちろん会話テストもないしね。うん、
今日は素敵って言ったら怒られないけどな、怒られないけど、みんなさ、まあ、なんていうの、ね、日本語勉強している人だから、あ、間違えちゃったなっていうのはわかるけどな、わかるけど、今日も素敵って言ったら、めっちゃいいと思う。あとさ、これわかんない、あの日本の家に住んでるとお母さんによく聞かれるんだよ、今日今日何にしようか、チャーハンでいい？うん、今日チャーハンでいい？って聞かれるのね、晩ご飯のメニューだ、今日チャーハンでいい？ゆうすけ今日チャーハンでいい？って言われて、うん、チャーハンでいい or おわ、うん、チャーハンがいい、これどっちがいいと思う？みんなゆうすけにさ、ゆうすけじゃない、お母さんにな、聞かれるわけよ、ゆうすけ今日チャーハンでいい？うん、チャーハンでいい、うん、チャーハンがいい、どっちがいいと思う？これクイズね、うん、こんばんは、ゆみゆみさん、こんばんは、よろしくね、はい、面白いゆうゆうさん知ってるはい、そうですね、あ、そうでね、あのちょっとまあみんなが答えてる間にいろんな話をしたいなと思ってたんだけど、あの昨日 YouTube をミクさんと撮ってて、その男性言葉、男の人が使う日本語と女の人が使う日本語があるんだけど、それ以外にあの役割語っていうのもあって、役割語、まあ、つまり話す時には使わないんだけど、小説とかで、あ、この人は女の人だなとか、この人は男の人だなっていうのが分かる言葉もあるんだよね、うん、それは会話では使わないなんて話をしててね、いや日本語って面白いよねっていう、うん、お、チャーハンでいい、チャーハンがいい、今日は特に素敵先生、ありがとうございます、ありがとうございますうん、チャーハンでいいとチャーハンがいい、お、まゆみさんでの言い方はちょっと、何でもいい、何でもいいよ、もうビンタですよ、ビンタってわかる？ビンタパチってやつな、何でもいいは怒られる、うん、何でもいいならプラスチックでもええんかいみたいなね、はい、どちらもいい、これどっちでもいいとかも絶対言っちゃあかんよ、おかんに、うん、無理やなさんです、広島から見てます、よろしくお願いします、よろしくね、これはな、みんな絶対にチャーハンがいいが正解、うん、あのチャーハンでいいは別にチャーハンでもいいよみたいな感じよ、うん、なんか何でもいいけどチャーハンで、なんか本当は他のがいいけどチャーハンでいい、チャーハンで我慢するみたいな意味になるよ、チャーハンでいいはチャーハンで我慢してやるよ、こんな感じかなちょっと大げさに言うとな、大げさに言うとチャーハンでいいはチャーハンで我慢してやるよって感じかな、うん、チャーハンがいいの方がいいと思います、うん、うん、そう、あの何でもいいはね、何でもいいはちょっとお母さんと喧嘩してる時にはいいけど、普通はね良くないと思う、例えばさ、じゃあ今度、うん、あ、ちょっと今コメント入りましたね、いきなりですか、質問させていただきます、今日はみんな質問して、何でも質問して何でも答えるから、日本人はよく何々とという文で文を終わらせそうなのですが、最後のとは何が省略されているんですかということですとか、ということになります
と言われたらなるほどねと思うんですが、何々と思いますの場合もありますか。あーなるほどね。まあ日本人はめんどくさいと、やれと言いましたね。そうだね、多分だけどと言いましたねとか、とよく言いますよねと思いましたの時の思いましたの部分とか、言いましたとか言いますよねとかっていうのが省略されてるんだと思います。うん、ゆうすけさんよく使いますよね。あ、俺なんだけどさ、ゆうゆうさんよく使うよねと。うん、そうそうそう。あと僕の友達のカップルもよくねとを使うんだよ。はあ、やれと、なんかゆうすけお腹すいたって言うじゃん。こうゆうすけお腹すいた、あ晩ご飯作れと言ってるんですねっていう意味で、あ晩ご飯作れとみたいな。うん、だから命令されて、なんかこう間接的にダイレクトじゃない形で命令された時に、なんかはあ勉強しろと、とかはあゴミ出せとみたいな感じかな。うん、とかなんか説明する時に、うん、まあ日本はね、日本人は結構直接言わないと言われていますって感じかな。うん、多分うん、そうだね。このと結構ね、でもなんかゆう JLPT についてどう思う。ああ、いいと、これは言わないんだよ、これ言わないの。うん、自分の意見を言うときには言わないね。説明と確認だと思う。多分何と説明と確認、うん、の時に何と使うと思います。うん、そう、例えば韓国では辛い料理を食べると、うん、いいと思う、いいと思う。難しいね、との使い方ね。これちょっといい質問だね。いい質問。これ絶対学校では教えないもんね。うん。そうだね。なんか、歪曲表現ではないと思うけど。なんかそれこそ、ゆうゆうさんめっちゃ使うから、ポッドキャスト聞いてるときに、あっゆうゆうさんこいつ取っていったぞっていう風に聞いてもらえたらいいかな。うん、あ、ゆうざきさん久しぶりっす、久しぶり。今週の木曜日はね、ディスコードの会話ライブやろうと思ってるので、ぜひぜひ参加してください。日本人の友達からお菓子とかいろんなお世話になりましたが、私が遠慮する気持ちになる本気でありがとうを、あーなるほどね。おりんさんじゃん。日本人からお菓子とかをもらったんだな。で、私が遠慮する気持ちになるんじゃなくて、本気でありがとうを表したいと。表したいと。あ、言ったね、今私ね。表したいと。これやっぱ確認だよね。うん。ゆうすけさん、今週末 JLPT 受けるんだけど、何を勉強したらいいかわからないんだよね。ああ、何を勉強したらいいかわからないと。ああ。だよね。あ、分かった、確認だ、確認の時使うわ。うん、あ、遠慮する気持ちとありがとうの言葉を教えてもらいたいんです、先生。なるほど、なるほど。僕だったら、え、いいんですかとか、え、いいんですか、嬉しいかな。うん、書いとくか。え、いいんですか、嬉しい、待ってな、こんな感じ。まずびっくりするんだよ。いいんですか、嬉しいだとパーン、嫌だから、え、いいんですか、嬉しい、こんな感じだよ。これがいいと思う。
これがいいと思う。あのね、遠慮するのって難しくて、日本人よく遠慮するって言うんだけど、遠慮しすぎもダメなのよ。そう、一回引いてすぐ OK をするみたいなのが僕はいいと思う。うん、これちょっと僕あの経験があって、メキシコ人の、まあ、なんだ、ニディアさんがね、妻がね、奥さんが働いてた前の会社のエンジニアの人たちが日本に出張に行ったんだよ。で、僕も一緒に行って、で、そのある日通訳お願いされて、で、あの、まあ、川越っていうその埼玉の街をいろいろこう歩き回って、でその時にちょっと通訳ユージさんしてくれませんって言われて、あ、いいですよって言って通訳してたんですよ。で、ある日本人のその社員の方がメキシコ人の方にプレゼントをしたいと。で、娘さんがそのメキシコ人の人たち2人とも、そのエンジニアの2人、娘さんがいて、娘さんがアニメが好きだと。で、日本人の人たちが、じゃあ娘さんに漫画を買ってあげたい、あの、ここは払わなくていいから僕たちが払うからって言ったんですね。で、その時にメキシコ人の2人が、いやいやいや、いいですいいですいいですって最初に言ったんですよ。で、日本人の人が、いや大丈夫、ここは僕払うから、いやいいですよって、こう2回目ぐらいからちょっと日本人の顔が、こいつめんどくせえなっていう顔をしてたんですよ。だから1回おごるよとか何々するよっていうのを言われた時に、え、いいんですか、こう、え、いいんですかってこうびっくりしながら言って、いいん、大丈夫大丈夫って言ったら、ありがとうございますっていうのが一番いい。なんか日本人って遠慮する文化、あの、いいいいですいいですっていう風に言う文化なんだけど、おごる文化でもあるわけよ。おごる文化わかる？おごる文化、おごるっていうのは、あの、プレゼントする文化、特に先輩が後輩に払う時あるんですよ。で、その時に後輩が、いや、いいですいいですいいですってなったら、あなたは先輩として良くないみたいな。そこは可愛い後輩を演じなきゃいけない。可愛い後輩を演じる能力、これめっちゃ大事。後輩を演じる能力、これめっちゃ大事よ。うん、それが、いいんですか、ありがとうございます、そう、で、しかもありがとうございますじゃなくて、ちょっとこう、ありがとうございますって感じ。あ、でも女の子だったらなんだろうな、女の子だったら、え、いいんですか、ありがとうございます、やっぱうーかな。男の子だったら、え、いいんすか、ありがとうございます、こう、ありがとうございますじゃなくて、ありがとうございますって感じかな。うん、女の子だったら、え、いいんですか、ありがとうございます先輩みたいな感じかな。うん、これめっちゃ大事っすよ。うん、ごめんなさい、ちょっとテンション上がっちゃって、先生、ちょっと先生じゃない、お前パニックどこまで読んだっけ。ここまでだ。ヴィンセントさん、ゆうさん、こんにちは。ギリシャ人です。毎日ゆう先生のポッドキャスト聞いてます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。先生、後ろにあるフィギュア見せてもらえませんか。後ろにあるフィギュア、あ、これもうだいぶ古いからね、ちょっと色汚いんだけど、いい、これハチクジちゃん、ハチクジ迷いちゃん好きなんですよ。髪も見た。あと、こう見るとさ、幼いキャラが多いよね、僕のキャラね。ロリコンではないんですけど。そうそう、あと、おしのしのぶちゃん。化け物語のフィギュアが汚ねえ。フィギュアが汚ねえな。そうそうそう、あとね、これ結構好きなんだけど、初音ミクのね、これあれなんだっけ、ハロウィンバージョンのフィギュア。そうそうそう。
可愛いっすよね。原神のフィギュアも欲しいんだけどね、まだ買ってないですよ。よいしょ。はい。次。ゆう先生こんにちは。来年1月にインターンシップで日本に行くことになりました。ほうほうほう。そこで会社で使われる日本語について少し教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。エソサさん、エソザさん、エソサさん、はい、エゾザさんかな。はい、ありがとうございます。会社で使う日本語を覚える前にまずデスマス体で綺麗に話すことができるっていうのが大事だと思います。うん、なんか大事だと思うとかってインフォーマルにならなければ日本語はフォーマルなんですよ。なんとかです、なんとかますが綺麗に使うことができればとりあえず大丈夫、問題はない、問題はない。でデスマスを綺麗に話すことができたら会社に行って話し方を真似すればいいと思う。どうしてこのアドバイスをしているかっていうと日本人もそうだから。日本人も会社に行く前になんか特に敬語とかよく分かってない。うん、そう、変に敬語真似しようと思ってよく分からない方が問題だと思うんだ。うん、なんか例えば敬語でさ、あの食べられますかとかっていうのをなんか食べさせますかと食べられますかが一緒になっちゃってどっちかな、え食べさせますか、え食べさせられますか、え食べられますか、えどっちってなるぐらいだったら食べますかで大丈夫。うん、フォーマルなのよデスマスって。でも社長これ食べるとかはお前友達じゃないわってなるから。うん、そうね、デスマス体しっかり覚えていきましょう。さっきとについてお答えいただいて本当にありがとうございました。自分の考えとかを言うときにあまり省略しなくて説明や確認のときには省略ができますね。勉強になりました。はい、そうです。はい、そうです。はい、そうです。はい、ベトナムから挨拶させていただきます。ありがとうございます。そうで、このさ、ベトナムから挨拶させていただきますって敬語だよね、これ。させていただきますで、日本人がこれ聞くとどう感じるかっていうとめちゃくちゃ遠く感じる。なんかスタッフのね、りょうたくんっていう男の子がいるんですよ。もう30歳かな、30歳の男の子がいるんですね。30歳29歳、まあ僕よりも5個ぐらい下なんだよ。で、りょうた今日さ、この仕事とこの仕事お願いするねってこう頼むんだよね。お願いしますって仕事を頼むと。で、りょうたくん僕に、あ、かしこまりましたって、かしこまりましたって返してくれるんだよね。これ、僕的にどんな気持ちかっていうと、遠いなっていう。なんでそんなに丁寧なの？やっぱり、どの言語も丁寧になればなるほど、友達感がなくなってくるよね。で、それが好きな日本人もいるんだけど、なんかそれが寂しい日本人もいるのも確かだと思うんだ。だからデスマスぐらいが僕はちょうどいいと思うけどね。ただこれお客さんと話すときは別な、うん、お客様と話すときは敬語使った方がいい場面もあるけど、でも俺的にはデスマスで十分だと思う。うんうん、なんかそんなことよりもニコニコしてるとか、ちゃんと質問できるとか、ちゃんと挨拶できるとか、わかりましたとか、ありがとうございますがちゃんと言えるとかの方が僕は大事だと思うよ。うん、よいしょ。JLPTN に受けるけど全然勉強してない、しかも3回目、やばいあと1週間しかないからな。あと1週間しかないからな。どうすりゃいいんだろうね。1週間前で勉強あんまりしてない。僕のポッドキャスト聞けばいいんじゃないか。もしかしたらなんか単語が出てくるかもしれないぞ。あのね、テストのこと僕に聞かないでね。本当、俺全然ダメだから。はい。社内同僚との飲み会の際、日本人はどんな話題が好きですか？つまりどんな会話いいですか？
なんだろうね、やっぱ仕事の話する人もいるし、最近はなんか仕事の話するのなんてナンセンスって思う人もいるから、会社によって違うけど、会社の同僚か先輩と飲みに行くんだったら、もう先輩の話をとにかく聞く、聞きまくる。わあ、え、でどうだったんですかとか、え、先輩が会社入ったばっかりの頃ってどうだったんですかとか、もうめっちゃ聞くのが一番間違いないかな。うん、同僚だったらそうだね、これ結構ね、自分が話したい話題じゃなくてみんなが話してる話題を続けるっていうスキルが大事かもしれない。めんどくさいけどな。そうね、でもやっぱ人によるよ。やっぱり僕がもしなんかこう会社の飲み会っていうか、まあ仕事の飲み会とかになったら、あ、僕は会あの飲み会の時に仕事の話するの嫌いなんですよ。うん、そうだったら、まあ毎日のこととか、あの最近見た YouTube の面白いビデオとか、もうそんな話が好き。うん、でも中にはこれから会社盛り上げていこうぜみたいな、これから俺たちはめっちゃいい仕事しようぜみたいに言う人もいるから、そういう時にはふんふんって聞いて、そうですね先輩っていうのが大事かもしれん。うん、そうね、かわいい。僕もハチクジちゃん好きです。おお、結構好きな人多いんだね。はい、ワンピースで誰が好きですか。ワンピースで好きなのはね、誰だろう、意外なところでタシギちゃんとか好きかも。僕やっぱ女のキャラクターが好きなんですよね。タシギちゃん好きだね。うん、なんかあの感じが好き。はい、見ざる聞かざる言わざるについてこの間日本人の友達から聞いて初めて分かりました。あ、よくいるよね、神社とかね。 お寺だな、お寺によくいますね。お寺にいるってことは仏教のあれなのかな。ああ、はい、ミャンマーからです。はじめまして、インドのマユールです。今日こちらのポッドキャストに出会いまして嬉しいです。よろしくお願いいたします。マユールさん、ようこそ。これからちょっと待って、めっちゃ鼻がかゆい、めっちゃ鼻がかゆい、ごめん。これから楽しんでね、日本語勉強していきましょうね。はい、インドラシエージです。あ、それじゃあ敬語がなくなってしまうじゃないですか。そうなんだけど、あのもちろん敬語使うんだよ、敬語使うんだけど、だんだんできるようになればいいと思う。急にできるようになるものじゃないと思うんだよね。うん、例えば僕もその大学生、大学卒業してなんか敬語ってなんとなくは分かると、なんか、ああ、あのよくコンビニで使う言葉ねとか、ああ、あのデパートで僕に話しかけてくれる言葉ねみたいな、そんな感じでやったんだけど、アルバイトを参加するとその研修っていうのがあるのね。で、どうやってお客様とお話しするかっていうのを勉強するんだよ。で、そっから少しずつできるようになればいいと思うんだ。だから準備するものではないと思う。うん、必ずそのなんとか研修っていうのがあって勉強できると思う。うん、なんか、なんだろう、カジュアルな日本語って使う場面選ぶじゃん。カジュアルな日本語、どんなシチュエーションで使えばいいのかな考えて話すじゃん。で、敬語も同じように、いつも敬語を話すっていうのもまた違うっていう。うん、そう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 、そういうことかな。うん、例えばさ、今僕がその皆さんとお話しするためにあの敬語をお話しするっていうのも違うじゃないですかね。まあ、このように、まあ、皆様に、日本語を教えさせていただく、まあ、このような話し方を、まあ、させていただきますと、まあ、ちょっと皆様、正直言うと、まあ、ちょっとこう分かりにくいかと思うんですよねみたいな話し方すると、なんでゆうゆうさん急にこんな丁寧に話すのみたいなね、あるからな。うん、そうそうそう。メールするときと話すときの敬語の差が大きければ変に思われるのですかね。うんうんうん、メールのときは日本人メールモードになるから。うん、そう、
なんかなんだろうな、初めて女の子とデート行く時と部屋で YouTube 見てる時違うじゃん。ねえクレイさん、初めて女の子とデート、男の子とデート行く時はめっちゃさ、こういい服着て話す時もなんかちょっと背中伸びててさ、ねえお腹なんてこうやってこれ書かないじゃん、ね、こうやってそんな感じだったから、まあさこんな感じでさ話すよね。でも YouTube 見てる時はさ、まあこれぐらい多分違うと思うよ。うん、そう、これやっぱ日本語の特徴でさ、話し言葉と書き言葉があるから、メールの時は書き言葉を使うよな、で話す時は話し言葉を使うから、うん、だと思うよ。はい、冷たい人だと思われたくなかったらなおさら敬語じゃなくてデスマスでいいと思うよ。うん、先生アドバイスありがとうございます。今後デスマスの使い方しっかり勉強しておきます。それでいい。そう、なんか先生ありがとうございます、今後デスマスの使い方をしっかり勉強させていただきますだともうトゥーマッチなのよ。うん、勉強しておきますで OK。 はい、会社の飲み会は無理やり話題探すの苦しい。苦しいよな、俺も嫌いだ。あのね、ニコニコしてんのが一番いい、こういう時は。ニコニコしててこうやって、あ、そうですかみたいなんでこう探していけばいい。お、出た、英語。はい、先生 I've been learn Japanese until N5 レベル。I can understand Japanese until はい、話すのが難しいと、漢字が分かんないし話すのが難しいかな、アドバイスをくれってことだね。もう僕英語話せないからな。話すのが難しいのは N5 だったら大丈夫、しょうがない。たくさん聞いてたくさん聞いてで覚えたらいい。あとなんていうの、もちろんあの英語できる人このアドバイス翻訳してよ、コメントに書いてよ。焦らない、もう焦らないのが一番いい。焦らない、ちょっとずつ上手になればいいから。あ、急に上手にならないから大丈夫。うん、ゆっくりやっていこう。先生、外国人ではどうやって日本語を話せるようになりますか、教えていただけないでしょうか。うん、これも教えてくださいで大丈夫。なんか例えばなこれ教えていただけないでしょうか、教えていただけないでしょうか。これどんな人に使うか、どんな人に使うか、教えていただけないでしょうか。怖い先生に使えばいい。そう、あ、諦めないのめっちゃ大事、諦めないの大事。うん、話す時に緊張する相手になればなるほど敬語を使った方がいい。でさ、僕がこう出す雰囲気、今こうみんなと楽しくお話ししている雰囲気の時に敬語を使うと、え、何、全然友達じゃないの、なんかめちゃくちゃ俺怖いと思われてる、もしかしてめちゃくちゃ先生だと思われてるっていうさ、こう今僕が話してる雰囲気ってめっちゃ俺たち友達、めっちゃ話してこう、めっちゃ楽しく話してこう、今週どうだったみたいな、そういう雰囲気で今話してるじゃん。でその時にはその雰囲気にマッチさせた方がいいから、ねえ先生教えてとか、ねえゆゆさん教えてくださいとかだと可愛い後輩、可愛い学生、このねちょっとこう近い方が可愛いっていうのはね、わかるかな、この気持ち、わかる？わかんないかな。うん、だと思うよ。ごめんね、じゃあテーマ戻るんだけど、話せるようになるためにはまず最初に聞いてわからなきゃいけない。だから僕のポッドキャスト聞いてもうめっちゃわかる、だったらあとはゆうさんが話すみたいに話せばいいと思うよ。
うん、であと上手に話そうと思わなくていい。私のアイディアを伝えればいいから。うん、そう、言葉が増えれば増えるほどなんかね変に回りくどく、なんか直接言わなくて分かりにくい人もいる。よくある例えがさ、なんだろう、ゆうすけ JLPT についてどう思う？ゆうすけ JLPT についてどう思う？ゆうすけさん JLPT についてどう思いますか？いやー JLPT はね、日本語のテストなんだけど、ボキャブラリーと文法のテストがもちろんあるんですよ。で読解のテストもあって、で聴解も結構難しいんですけど、これ日本語はいいんだけど分かりにくい、いいのか悪いのか言えよっていう。分かる？うん、だからゆうさん JLPT についてどう思いますか？うん、いいと思うよ。うん、結構いいテストだと思うけど話せるようにはならないね。もうこれでいい。そう、シンプルにね考えることが大事かもしれない。意外とな。年上の人と普通形で話してもいいですか？寮の管理人さんはとてもフレンドリーで私と普通体で話してくれるんですけど、年寄りだから、普通形で返事していいかどうか分かりません。これはデスマスで答えるべきだと思う。うん、ね、例えば何しようかな、アレックスくんにしようかな。あ、グミちゃんかな。あ、グミちゃん今日も頑張ってね。はい、頑張ります。もちろんがいい。うん、と思う。でももし私の気持ち的にインフォーマル使いたいんだったら、ここからはテストをするわけよ。ね、あー、グミちゃん今日も頑張ってね。うん、頑張るって頑張るって言ってリオさんの顔見るのね。でなんかはっみたいなはっていう、ちょっとなんか変な雰囲気だったら頑張りますみたいな、頑張るますみたいな、アーニャちゃんかいみたいな。うん、そう、それは結構ねこのスキル大事よ。日本語も上手に話すのも大事だけど、ちょっと普通形で話したいけど使っていいか分かんない時でも絶対話したいっていう時にはちょっと話してみてリアクション見るっていうな。うん、はい、そうね、そうね。まあでもね、僕後輩言葉っていうのもあると思うんですよ。後輩言葉、かわいい後輩言葉。うん、うん、でちょっとこれ男の子と女の子分かれるんだけど、男の子だったら辞書フォーム、あ、これ普通体って言ってみんな分かる？普通フォーム、普通体、普通フォーム、なんていうの？オーディナリーフォームとかっていうの？学校でどうやって教えるか分かんないけど、プラスす、行きますじゃなくて行くっす、食べるっす、食べたっす。これ可愛い後輩言葉。うん、スポーツやってる人なんかはよく使う。そう、こういうのもありますよね。うん、であとやっぱ元気よく話すっていうのも結構大事だと思いますよ。はい、ジョジョの奇妙な冒険ってアニメ見たことありますか？そのアニメで使う話し方が気になりますので、聞きたいことがあります。俺ねジョジョ見てないんだよな。ジョジョ見てないんだけど、でもそのフレーズ送ってくれたら答えますよ。大丈夫です。まあ建築の仕事が普段みんなタメ口使ってる、あ、いいと思う。やっぱね雰囲気もあるんだよ。やっぱオフィスで働くか、こう体使って働くかっていうのもね結構違うからな。はい、最近社長とメールやり取りをした時にたくさん知らない言葉と文法がありました。話す言葉と違う。そう、もう別物だと思ってもらっていい。別物だと思らも、うん、いいいいいい。そう、どれぐらい違うかな、どれぐらい違うかな。
めっちゃ美味しい、なんかめっちゃ高いレストランのハンバーガーとマクドナルドのハンバーガーぐらい違う。わかるかな。うん。こんばんは、諦めないのか。こんばんは。昨日昔のポッドキャスト聞いてみましたけど、やる気がない時に頑張らなきゃいけない、やる気がある時には誰でもできると先生は言いました。その言葉本当に切り目ました。そうなんだよ、やっぱね、続けるって大事なんですよ。うん、やっぱね、調子がいい時ってみんな頑張れるんだよね。どれだけクックックってできるかなんだよな。そうそう、僕も正直言うとね、正直言うとこう YouTube ライブね、こうまあ皆さんと話して楽しいんだけど、スタートする前は結構めんどくさいのよ。うわー、これグリーンさんなんていうの、朝の顔でこう結構なんかもう目がめっちゃちっちゃくなってるんだけど、これでみんなに見られんのか、150人くらいに見られんのかって思うんだけど、でもやっぱ続けることが大事。それがやっぱね、うん、頑張ろうな。はい。でもあんまり続けすぎちゃうと今度心ボキッて、こう心パチンって折れるから、それも気をつけなきゃいけないけどね。はい。日本語には曖昧な表現が多いと思ってます。僕もそう思います。大変よな。そう、冷たい人、誰にもあんまり話さない、でもその人のことが好き、そのタイプはどう言いますか。え、あー、なるほど、これツンデレじゃん。ツンデレだよ。ツンデレ、人好きなんだけど人とのコミュニケーションの仕方わかんない、ツンデレですね。はい。私は昔 N1 に2回落ちたことがあります。勉強はしなかったんですけどね。 N1 はもう諦めた感じ。まあ自分の目標っていいんじゃない。だって N1 とかで勉強するフレーズっていうのは、まあこう今さ、私たちがやってるライブの中ではあんまり使わないからね。うん、そうそうそう、あ、そうそうそう、あの後輩言葉はね、これ男っぽいからね、やっぱりですますをはっきり言うのは女の子だったら、女の子だったらですますを元気よく、これ結構大事だと思う。はい、そうです、はい、わかりました。うん、やっぱね、元気がいいってめちゃくちゃ大事だと思う。うん、あ、はい、わかりました、あ、はい、頑張ります、ちゃんと話せよって、うん、はい、わかりました、はい、はい、頑張ります。うん、いいと思うな。うん、僕は好き。おはようございます。朝早く変な質問してすみませんが、タイムマシンがあったら過去の原子インパクトがない時代に戻りたいですか、それとも未来 AI が人間を、え、人間、未来の AI が人間を倒す時代に行ってみたいですか。待って待って、エクストリームすぎない。待って、過去の原子がない時代に戻りたいか、もう未来 AI が人間を倒す時代に行ってみたいか。いや、難しいな。過去のね、日本、過去のこの社会も好きだったんだよ、のんびりしてて。うん、どっちかな。でも僕は未来に行きたい。行くなら未来に行きたい。だって過去知ってるもん。過去はもう、あ、こういうことあったなっていうのが分かるから、新しい発見がないじゃん。もし AI が人間を倒す時代に行っても、多分そこには何か楽しいことが一個ぐらいはあると思う。で、まだ全然僕が知らない楽しいことを一個でもあるなら未来に行きたい。うん、かな。そうね、もう同じ人生やよ。おー、爪が甘いっていうのは、指をこうやってブブブって舐めると、砂糖みたいにね、甘く感じる。これ爪が甘い。
嘘ですよ、嘘嘘嘘。爪が甘いっていうのは最後にこう大切なポイントをちゃんとできないっていう意味ね。うん、例えばさ、 OK、 こうしよう。ドキュメントを作る仕事をします。ドキュメントを作ります。でドキュメント 95% まで終わりました。あとはそのドキュメントの中で日本語が間違ってないかどうかチェックしなきゃいけない。これ最後の最後のプロセスな。最後のプロセスをちゃんとできない、しっかりできなくてドキュメント日本語ミスばっかり、これ爪が甘いとかな。うん、あとは例えば女の子とデートに行くと、スタートめっちゃいい感じね。でこう一緒にご飯食べて楽しく話して、で次のデートをの約束が欲しいと、次のデートの約束が欲しい。で一番最後そのバイバイするときにね、今日楽しかったね楽しかった、じゃあまた今度誘えばいいのに、また今度って言ってしまって、その次のデートの約束ができなかった。これ爪が甘い。全部頑張ってきたのに最後で失敗しちゃってる。爪が甘い。分かったかな。うん、先生はどの食べ物が一番好きなの？そうね、お寿司が一番好き。最近寿司食ってねえな。お寿司、今週末お寿司食べよう。はい、そうだね、爪が甘い。あ、そう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 、はい。さあということで皆さん、こんばんは。今日はですね、皆さんにお知らせがございます。なるほど、大丈夫、分かった、よかったよかった。みんな僕の新しいビデオ見てくれた？あの羅生門っていうやつ見てくれた？よいしょ、見てくれた？うん、見たよ、めっちゃ良かった。そうそうそう、ちょっと待ってな。うん、そう、これね、新しく作ったんですよ、羅生門。これデモなのでオリジナルバージョンじゃないんですけど、これ新しいプロジェクトで、今私たち本を作っています。そうで、これデモなのでコンプリートじゃないんですけど、もしコンプリートのオーディオとスクリプトが欲しい方は、今パトリオンでショップがあるんですよ。これぜひね、皆さんに買っていただきたいということでね、ちょっと今コマーシャルの時間です。これ中身どんなものが入ってるかっていうと、オールニベル、オリジナルノベル、ノーマルスクリプト、スクリプトウィズフリガナ、イングリッシュトランスレート、オーディオブックが入ってます。すごない？しかもこれオールニベルだから、N5、N4、N3、N2、N1、 これファイル数20ファイルあるんですよ。オーディオが5つで、ドキュメントファイルが、15個入ってます。で中どんな感じになってるかっていうと、これは、英語のトランスリプタラン、英語の翻訳ね。ほらほらほら、こういう風にこんなのが入ってるんですよ。でさ、YouTube に出てたのはだいたいね、ページで言うとね、どこぐらいまでだ、ここぐらいかな。そう、ここだ、ここまでだ。これ今7ページでしょ、小説。YouTube のこの羅生門は、だいたいね、お話で言うと7ページ、半分ぐらい。こっからめちゃくちゃドラマがあるんですよ。17ページありますから。
これ英語のトランスクリプトで、これが日本語だけのやつね。はい。でこれがオリジナル小説ですね。でこれが N1 N2 レベルの羅生門っていうね、昔の芥川龍之介さんっていう方が書いた小説のあれです。これもね、多分オーディオは真ん中ぐらいまで、ここぐらいまでなんですけど、ここから続きがあるんですよ。はい。で N5 があってっていうの。はい。これね、めちゃくちゃいいと思います。来週からねちょっとお知らせ出そうかなと思ってるんですけど、これ何がいいってね、ちょっと待ってな。これまあ、オールコンテンツになると N5 から N5、N5、N4、N3、N2、N1 でオリジナル小説があるんですね。でこの羅生門っていうお話はめちゃくちゃ難しいんですよ、オリジナルって。日本人が読んでも何書いてあるかよくわからない小説なんですよ。でそれを僕たちがプロジェクトメンバーが読んで、で N5 のボキャブラリーで説明できることを書く。で次 N4 のボキャブラリーで説明できることを書く。N3 で書けること、N1 で書けること、階段を上るみたいにだんだん難しくなるんですね。でもストーリーは同じなんです。でもインフォメーションがだんだん増えていく。だから読んでてどんどんね、新しいインフォメーションが増えてきて面白くなってくる。例えばだけど、最初のとこね、 N5 だと京都は今日も一日が終わります。夕方になって雨が降りました。京都の入り口に羅生門という建物がありました。そこに男が一人いました。男は雨が止むのを待っていました。羅生門はとても広いですが、とても寂しいところでした。全然人がいませんでした。これ N5 ね。これ N1 になるとどうなるかっていうと、ある日の夕暮れのことである。一人の下人が羅生門の下で雨宿りをしていた。はい。京都は今日も一日が終わります。 N1 だとある日の夕暮れのことである。うん。夕方になって雨が降りました。雨が止むのを待っていました。一人の下人が羅生門の下で雨宿りをしていた。うん。まあこういう形でね、どんどんインフォメーションが増えていくんです。ちょっと N5 と N1 だと結構エクストリームに変わるんだけど、これが N4 だとまあまあ難しくなって、N3 だともっと難しくなって、で N1 になると。で、これを全部読んでわかると、今度オリジナルの小説を読むことができるっていうプロジェクトをやってます。これめちゃくちゃ大変だったんだけど、絶対楽しい、絶対楽しいと思うから、もしねお金に余裕がある方はぜひぜひ買ってみてくださいということです。はい。で、ポッドキャストの本も作ってください。はい。で実はですね、パトレオンの方、ごめんね、ちょっとお知らせばっかりでごめんね、もうすぐ終わるから。パトレオンで、ゆゆさんのパトレオンって、ホームで、2つあるんだよ。これちょっとメキシコペソになっててごめんな。これ変えられっか。US ドル。US ドル。円にするか。円ない。円がない。円がない。US ドルにしとこう。うん。これ5と20なんだけど、5ドルの方は、こういうの僕、毎週アップロードしてるんですね。これは僕のポッドキャストで、原神インパクトのコンサートに行ってきましたっていうポッドキャストで、まあ、Spotify と Apple ポッドキャストであるんだけど、まずスタートで、オープニングで、どんなテーマ話しましたかって。ゲームのオーケストラコンサートに行ってきました。
いろんな気持ちが生まれてよく寝られなかったので、早朝5時50分にポッドキャストを収録することにした。で、収録っていう言葉は英語だとレコーディングになりますとか、気持ちをノートに書き出して、こんな感じかな、ポッドキャストを撮ってるけど今回のポッドキャストは温度差があるかも。温度差っていうのはこういうことで、2分ね、ポッドキャストの2分から、まあ、どういうゲームなんですかとか、ね、ソーシャルゲームってどういうことですかとかって、僕の話してる内容をこういうふうに簡単にまとめて、はい、こういうね、まあこういう本当にリアルの写真とかもこの中では貼ってるんですよ。そうだから、だいたい7分からこういうテーマ話します、10分からこういう話しますっていうのが、パトレオンのこの5ドルのね、ヘビーリスナーっていうところからダウンロードできます。でこれプロリスナーになると何ができるかっていうと、それプラス僕の話すスクリプトがダウンロードできるんですよ。ホームこれかな、うん、スクリプト、あーダメだ、私あれじゃないから、うん、そう、話してる内容の全部がダウンロードできますので、まあ、もしね、ぜひぜひこう勉強したいっていう方は1週間に1回ダウンロードできますのでやってみてください。これとは別にショップがあるので、このショップで羅生門ね、絶対後悔させない、めちゃくちゃ頑張ったから、これ半年ぐらい作るのかかったので、はい、おすすめです。さあごめんなさい、はい、お知らせだったんですけどコメント読んでいきます賞味期限と消費期限は同じ意味ですか？ちょっと違う。賞味期限っていうのはいつまで美味しい、あ、これパトレオのショップのやつ買っとくね、うん、賞味期限はいつまで美味しい、消費期限はいつまで食べられるかな、うん、次質問、日本人カップルがあまり愛してるを言わないみたいね、ならどうやって相手が自分のことを愛してるかどうかですか。なるほど、日本人カップル間はどんな会話で相手を愛してるを表現するんですか。言葉で表現するものじゃないのよ、日本人にとっては。うん、みんなツンデレってわかる？ツンデレってベベベベベベ別に好きじゃないんだからみたいな、ツンデレキャラといえば、でもちゃんと心配してるみたいな、うん、そう、ツンデレキャラいないな、あんまり。ツンデレキャラといえばあれか、エヴァンゲリオンのアスカとか、わかるかな、ああいう感じなんだよね、イメージとしては。うん、なのでなんか言葉で言うと恥ずかしいっていうのと、言葉で言うと簡単、なんかチャラいみたいな、うん、っていう感じかな。なんか僕が、あ、これ素敵だなって思ったのが、おじいちゃんおばあちゃんがいてね、おじいちゃんおばあちゃんがいて、でおじいちゃんおばあちゃんめちゃくちゃ仲良かったんですよ。でもおじいちゃんが、お前愛してるぞなんていうこと一回もなかったんだけど、毎晩毎晩おばあちゃんのマッサージをしてあげてたんですよ。おばあちゃん、やっぱりおばあちゃんになってから足が痛かったのね、ずっと足が痛かったんだけど、おじいちゃん毎晩だよ、毎晩30分おばあちゃんの足をマッサージしてあげて、痛くならないように毎日毎日。それって好きだからできるんじゃない。でなんか、あ、お前愛してるよって言っても一人でテレビ見てたらそれ違うじゃん。わかるかな、 これわかるかな、ちょ、分かってくれてほしいな。うん、そう、そういうなんか伝え方をするんじゃないかな。ちょっと分かったら分かったとか、分かんないなら分かんないって言ってほしいな、これ。そう、好きだって毎日言う代わりに、なんだろう、
マッサージをしてあげたりとか、一緒に出かけたりとか、好きなことちゃんと覚えてたりとか、うん。で、なんか例えばお花をプレゼントするときも、なんか、あ、お前愛してるよ、これ見てくれ、花を買ってきたんだ、君の好きな花だろ、僕の愛を受け取ってくれみたいに言わないけど、お、そういえば今日結婚記念日だね、はい、ちょっと帰りになんか綺麗だなと思って買ってみたみたいな、それが可愛くない？可愛くない？理解しました。あー、よかったよかった、理解しました、わかりました。あ、そう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 、言葉で言うと軽いのよ、うん、っていう感じかな、僕のイメージは。はい、オリジナルノベルの小説のタイトルは何ですか？それも羅生門。そう、羅生門なんです。そう、それ言わなかったね。もう一回、もう一回宣伝していい？もう一回宣伝していい？まあ、あの聞きながらするけどね。あ、これツンデレキャラな。今見てたんだけど、ツンデレってどういうキャラかな。べべべべ、別に好きじゃないんだからねっていう。うん、あの羅生門っていうお話な。羅生門っていうお話ね。これスタート読んでみたらわかるんだけど、今から1000年くらい前、京都にあった羅生門という平安京の都の門に一人の下人がいた。うん、N語にするともっと簡単かな。羅生門は昔の京都のお話です。今から1000年くらい前、京都に羅生門というところがありました。とても古くて汚いところでした。そこに男が一人いました。男はとても真面目でとてもいい人でした。でも仕事もお金も家もありませんでしたから、とても大変でした。その男はとても困っていましたからスタートなんですよ。からスタートなのね。つまり仕事がない真面目な男の人が、その当時もう京都ってもうなんていうの、もうデストロイなの、もうパンデミックやばいみたいな、そんなシチュエーションで仕事もお金もない、でもいい、おなんで真面目な男の人が悪い男の人になっていくっていうのをすごくこう綺麗に書いてある小説なのね、羅生門って。ただ今から1000年くらい前の京都ってみんなイメージできる？俺はできない。なんか映画とかもあるけど、ちょっとこう気持ち的に分かんないよ。分かんないのよ。そんなエクストリームなさ、もう道に死んでる人がいっぱいいるようなシチュエーションで、俺そうやって思うよなとかって一緒の気持ちになれないじゃん。だからこの羅生門が2023年だったらどんなシチュエーションになるかっていうので、僕たちはオリジナル小説を書いたのよ。だから話の流れ、話のストーリーは羅生門と同じ。ある主人公が、いい性格の主人公がどんどんこう悪くなっていくっていう、悪になっていくっていうのを書いている。でもオリジナルの羅生門は1000年前の京都でしょ。この僕たちが書いたオリジナル小説は2023年の新宿なんですよ。でこれ後でもね、あの YouTube で動画上げるんだけど、面白いのが全部反対になってるんだけどストーリーは同じなんですよ。つまり昔の京都、今の東京、反対で、羅生門は性格のいい、性格のいいはどっちも性格のいいんだけど、仕事のない生活に困っているおじさん、OK？ 仕事のない、お金もない、家もない、生活に困っているおじさん、新しい方ね、お金もある、何でもある、めっちゃいいところに住んでいる15歳の女の子。昔の京都、今の東京、お金も家もない男の人、
お金いっぱい、家もすごい女の子、こっからスタートして、でもゴールは同じなんですよ。ゴールはだんだんこう悪になっていくっていうのを僕たちは考えて、オリジナルとこうね比べながら書いたのがこのオリジナル小説羅生門なんですね。そうそう、僕たちが作った小説です。はい、この桑原海人くんっていう僕のお友達が作って、で僕がその編集者として、ここの表現はこうした方がいいよとか、この順番は変えた方がいいよとかっていう、ここのスタートのところがね、うん、この書き方こういう書き方して、後でこの同じシチュエーションが物語の最後に来る、サンドイッチしたら面白いよねとかっていう風に作った小説、これ本当面白い。ただこの小説、僕たちの作ったオリジナルニューテスタメント羅生門を楽しむためには、この N2N1 のオリジナルの京都の羅生門を読むともっと面白い。あ、なるほど、このオリジナルのシチュエーションで一人の下人が羅生門の下で雨宿りをしていた。一人の下人っていうのは、下人っていうのはなんていうのかな、お手伝いさんみたいな、家で働くお手伝いさん。うん。時刻は夜10時。梅雨時のネオンでギラギラ光る新宿には、この少女の他に飲み会帰りの大学生やサラリーマン、そして近年増え続ける外国人観光客であふれかえっていた。これ京都は誰もいないんですよ。この男の他に誰もいない。でもオリジナル小説はね、外国人観光客がいっぱいいた。全部反対になってるんですよ。めちゃくちゃ面白いと思う。これ何、めっちゃ読みたいという方はぜひぜひ。僕のおすすめはこのコンプリートパック。ちょっとね、値段は他のよりも高いけど絶対安いと思う。全部 N5、N4、N3、N2、N1 全部オリジナルもオーディオブックも全部入ってるから、全部入ってるから、はい、よろしくお願いします。はい、ごめんね。さあ、お知らせでした。さあさあさあ、先生どのようなスポーツ一番好きですか？水泳、泳ぐのが好き。うん。韓国人です。今週は N3 試験です。緊張してます。頑張ってね。もう何も頑張ってねしか言えないな。うん。こんばんは、ゆう先生。インドネシアから来ました。ありがとうございます。ゆう先生、日本語ポッドキャスト面白いから、日本語がわからない妹に英語でエピソードの内容をよく通訳します。最近ゆうのポッドキャストが好きすぎて、私の Kindle のパスワードはゆうに変えました。めっちゃ嬉しい。ありがとう、カトリーナさん。日本語を勉強している人のためにポッドキャスト、YouTube 動画、そして新しいコンテンツ作ってくれてありがとうございます。本当に頑張ってくれてありがとうございます。心から感謝してます。泣いちゃうぞ。ありがとう。めっちゃ嬉しい。嬉しいね。みんな、世界中でカトリーナさんを探し、ね、カトリーナさん探して見つかったら、Kindle のパスワードはゆうゆうだぞ。ね、もう僕たちはカトリーナさんの Kindle が読めるね。はい。N4 受けます。怖いです。怖いよな。でもな、みんな、これめっちゃ大事。これみんなに伝えたい。怖いっていう気持ち、一回自分で説明してみな。実は怖くないぜ。ね、例えば怖い、何が怖い、あ、分からなかったらどうしよう、もし分からなかったら、あ、分からなかったら合格しないかもしれない、合格しなかったらどうなる、あ、また来年も勉強しなきゃいけない、やだな、怖くないだろ。うん、そう、ゆっくり考えてみると、なんかパニックになってるのと怖いは違う。怖いっていうのはなんか道歩いてたら変なおじさんがなんかで、こうやって歩いてきたらめっちゃ怖いじゃん。何されるか分かんない、何されるか分かんない、もしかしたらパクシッって行かれるかもしれない。これ怖いだよね。
そう思うと N さんのテスト緊張する、ドキドキするけど怖くないと思う。うん。先生こんばんは、久しぶり、リーです。おー久しぶり。最近本当に忙しいです。たくさんライブ見逃したので今日参加することができてとても嬉しいです。よかった。忙しかったの？なんで忙しかったの？仕事いっぱいあったの？はい。さあ、ミス会いたいじゃない。会いたくて会いたくて震える。ミス会いたいじゃないかな。わかりました。例えば I miss you、 会いたかった、会いたかったかな。うん。こんばんは先生、間に合った。こんばんは。はい、こんばんは。わかりました。最近よく見る新しい上司はド天然の中の猫ちゃんがめっちゃツンデレですあれ日本人です、あれ日本人です、そのまんまです。はい。トピックはフリートークだよ。はい。行動で表現か。でも愛してるを言わないと一時の行動で。そうね。でもさ、逆もそうじゃない？愛してるって別にね、愛してる愛してる、努力としてはさ、これでいいじゃん。もう愛してる愛してるってこう1秒で終わるじゃん。でも行動するってなったらさ、1秒で終わんなくない？例えばそっか、今日結婚記念日か、じゃあ愛してるって言おう、愛してる1秒だけど、あ、じゃあ結婚記念日だから結婚式の時にプレゼントした花でも買って帰るかって言ったら、花屋まで行かなきゃいけない、買わなきゃいけない、選ばなきゃいけない、まあ30分ぐらいかかるわな。うん。で帰ってくる間こう花を持ってこうやって帰らなきゃいけない、周りの目もちょっと気になる、それまでしてプレゼントすると一言よりも重くない？一言よりもなんかメッセージ伝わらない？っていうのが多分日本人の考え方なんじゃないかな。うん。だから多分さ、俺が大学生の時にね、結構友達がさ、大学生にもかかわらずさ、めちゃくちゃブランドのバッグを彼女にプレゼントする、そういう友達が結構いたんですよ。なんていうのかな、なんでって僕は思ってたんですよ。うん。でも多分ブランドのバッグをあげることが大事なんじゃなくて、自分の好きな気持ちを伝えるために半年頑張ってアルバイトをして、それを形にしてプレゼントするっていう、この全部が大事なんだと思うんだ。なんか、あ、今日誕生日だね、バラ花を1本買って、はいプレゼントってなると、なんか頑張って努力してないじゃんみたいな、なんかその場で思いついたんでしょっていう雰囲気になるよね。でも半年前から準備してたって言われたら結構嬉しくない？っていうのと同じだと思うな。うん。そう。はーい。よいしょ。あ、全然緊張してないです。JLPT の試験早く受けたいです。お、やってるやん。トゥレイ。そうね。まあただね、この愛してるを言わないと伝わらないっていうのはわかる、わかる。なんでかっていうと、僕の奥さんがメキシコ人だから、結構ここはぶつかった。うん。でこのね、まあインターナショナルなカップル、はい、インターナショナルなカップルで、まあ、僕もそんななんか、なんていうの、もう完璧なカップルとか完璧なねパートナーっていうわけではない、もちろんそれも大事なんだけど、これね、もしみんな将来ね、日本人のねどなたかと付き合ったり結婚したりするときに思い出してほしいんだけど、
分かる必要はあるけど変わる必要はないっていう僕の結構人生の答えがあるんだけど、相手の文化を分かる必要はある。これお互いにね、お互いに。例えばメキシコではその花をしっかりプレゼントしてそれが嬉しいっていうのを分かる必要はあるね。あ、愛してるとか好きだよっていうのを言うことが大事っていうのを分かる必要はある。でも自分が変わる必要はない。で向こうも、向こうも僕がそういうのを言わない文化っていうのも分かる必要がある。どうして日本人は愛してるっていっぱい言わないのかっていうのを分かる必要がある。でもたまに花とかを買ってきてくれたりする。それはその手前でその今日は結婚記念日だよっていうのを朝からこう朝から考えてて、何をやったら喜んでくれるかなっていうのをこう考えている時間が長い。それが日本人のいつもありがとうとかっていう大好きだよっていうのの気持ちの表れなんだっていうのを分かる必要がある。でも奥さんはそれをやる必要はないっていうのを、アドバイスして、やっぱそこのバランスって難しいんだけどね。そこのバランス難しいんだけど、結構僕はこれで助けられたことがあるかな。そうで、たまにはね、たまにやってもいいと思うんだ。そのたまに変わる、たまにメキシコスタイルになるのも大事なんだけど、これなんで変わる必要がないか、だつまり僕がそのメキシコ人みたいに愛してるよっていうのを毎日言う必要がないかって言うと、言っても気持ちないのよ。もう文化が違うから、毎日好きだよっていう風に言ってもメキシコ人みたいな気持ちで言えないのよ。嘘になるの。でも例えば、あ、今日結婚記念日だな、花買ってくか。で花買ってる時に、そうだな、結婚式の時この花だったな、楽しかったな、いやあそこからいつも頑張ってくれてんな、ありがたいな、この気持ちは嘘じゃない。やっぱ嘘じゃない気持ちで向き合いたいっていうのがあるから、そうさっきも言ったけど、分かる必要はあるけど変わる必要はないかな、と思います。お疲れ様です。私の名前はトピック、トピック呼ばれてます。トピックさん、インドネシアから来ました。どうぞよろしくお願いします。トピックヒダヤテウツローさんかな、トピックさんよろしくね。前上司に結果よりもプロセスが大事なんじゃないかって言われたのを覚えている。まあね、本当は結果も大事なんだけど、でもやっぱプロセスを大事にするっていうのは僕もそうだと思うよ。ゆうさんのビデオの特徴は多分スピードが速い、でも難しいことがたくさん出たらもっと嬉しいです。あー、難しい言葉使ってほしいみたいなね。難しい言葉ね、何なんだろうね。難しい言葉って何なんだろうね。俺思うんだけどさ、難しい言葉イコール知らない言葉じゃない？そう、難しい言葉イコール知らない言葉だから、なんか N1 の言葉が難しい言葉じゃないと思うんだよね。そう、例えば僕にとって難しい言葉って、今の若い子たちが使う言葉ね、カワチーとかさ、この間見たけど、カワチーとかテーテーとかさ、難しい言葉だよね。どうやって使ったらいいか分かんない。でもなんか小説で使う言葉とかは分かる。で難しい言葉イコール知らない言葉だから、知らない言葉が分かったらもうそれは難しい言葉じゃないと思う。そうね、そうね、どうなんだろうな。
や考えたことあるんだよ、難しい言葉っていうか、なんかみんなが知らない言葉をわざと使って話せばみんなのトレーニングになるかなっていうのを考えたこともあるんだけど、できればさみんなに分かりやすい話し方を覚えてほしいなとも思うのよ。うん。っていうのは、なんていうのかな、会話とかさ話すときって一人でやってないのよね。例えばさ今こう僕が YouTube ライブをしているときに聞いてくれている人がいて、初めて YouTube ライブができるから聞いてる人が分かんなかったら、それはなんかこれ自己満足って言うんだけど、うん、そう、あ、シナリオごとで言い回しを教えてほしい。確かに小説に関しては分かりやすい言葉ではなく綺麗な言葉を使いたい、それは分かる、それできる。うん、で例えばさ、さっきの小説の話とかだとね、うん、ここら辺とか結構僕好きな表現なんだけど、うん、OK、 たった一人でベンチに座っていた彼女の隣で一羽の白い鳩がまるで彼女の心の中にある母への罪悪感を見透かすようにじっとその真っ赤な目で彼女を見つめていた。 Sitting alone on the bench next to her, a wild her mother staring at her with its bright red eyes. そう。でもかっこいいやん。うん、そうそうそう、なんかこういうさ、なんか例えばここら辺だとね、梅雨時のネオンでギラギラ光る新宿にはこの少女の他に飲み会帰りの大学生やサラリーマン、そして近年増え続けている外国人観光客であふれかえっていた。こんなのさ、雨の季節の光がいっぱいの新宿には飲み会に行った人たち、あ、飲み会に行った大学生とかサラリーマンとか旅行している外国人がたくさんいましたでいいじゃん。たくさんいましたね、あふれかえっていたじゃないじゃん。あふれかえっていったってこうピュッって感じじゃん、まあ、そういうのは小説ではいいけど、うん、ねえゆうすけ昨日何した？あ、昨日すショッピングモールに行ってきたんだけど、クリスマスプレゼントを買う人で溢れ返っていたよ。言わないから。なんで急に小説みたいな話し方すんのってなるから。だしょ？だしょ？だから、ポッドキャストに関しては、あ、こうやって話せばいいんだっていう例になりたいから、そうそうそう。シンプルな話し方してるけどね。うん。なのでやっぱ小説の言い回し、日本語って綺麗だなっていうのをその知りたいっていう方はぜひぜひね見てくれるといいかもしれないな。うん、そう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 、文学的な描写、これはもう僕もチャレンジしたかったから、だから小説作ってるっていうのはあるからね。うん、ぜひぜひ興味がある人はゆう ebooks 買ってください。お願いします。絶対絶対面白いから、絶対面白い。うん。あ、プレゼントするときのいろんな言い回し、例えばプレゼンテーションか、プレゼンテーションするときの言い回し、かっこよく言いたいか分かりやすく言いたいかの違いかもしれない。かっこよく言いたい、分かりやすく言いたい、うん、なんか簡単に言うと、かっこよく言いたいっていうのはすごいと思われたいか分かってほしい
の違いだと思う。うん、特に難しい話したいっていう人は難しい言葉で早く言えれば他の人が携帯電話見ててもプレゼンテーションの時にな、こうやって携帯電話見てても満足ってことだよね。でも違うんだと、僕はプレゼンテーションをする時にみんなに携帯電話なんて見ないで私の顔見てプレゼンテーション見て、なるほどそのプロジェクトは面白いって思ってほしいんだったら分かりやすく話さないといけないと思うんだよね。うん、そう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 。なんかあとはなんか、まあ、細かいテクニックはあるよ、例え話をするとかね、あるけどな。うん、それはなんだろうな、僕どうやって覚えたかっていうと、やっぱりいろんな人のスーパープレゼンテーションを聞いた。うん、あ、この人の例え方面白い、好きみたいな、分かりやすい例え話、かっこよく言いたいのか、かっこよく言いたいのか、じゃあかっこよく話す人を探さなきゃいけないな。うん、だと思うな。うん、やっぱ目標を持つってこと大事だから。うん、だと思う。誰だろうね、かっこよく話せる人。かっこよく話せる人、かっこよく話せる人、なんか探してみる、ちょっと後で。うん、なんかビジネスプレゼンテーションでかっこよく話せる人な。 OK、 ちょっと探しとくね。うん、質問がありましたけど、日本語で場所と名前読むのが難しい、何をすればいいんですか。覚えるしかない、俺も難しい。僕生まれたのは埼玉県、東京の近くなんだけど、ちょっと前までお父さんお母さんは大阪に住んでたんですよ。で、大阪で電車乗っても駅の名前わかんない。うん、御堂筋なんて読めないよ、あんなの。御堂筋なんて、うん、だから天満橋とかじゃないもんって、あれ天満橋って読むもんね、普通だったら。これはね、もう住みながら生活しながら一つ一つ覚えていくしかないね、日本人もそうだから。うん、働いている時いちご植えました、たくさん得られ、あー、ほんと、いちご楽しみだね、いちごおいしいよね。うん、漢字たくさん覚えたいです、どうやってしてますか。読んでください、これな、ちょっとごめんね、今日なんかお知らせばっかりでごめんな。なんだけど、ちょっと見てほしいんだ。もうめちゃくちゃね、この僕の本プロジェクト考えてあっから。ちょっと待ってな。よし。あー、こっちじゃない。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って。あー、ダメだ。そっちじゃないんだけど、あー、ダメだ。ちょっと待ってね、これどうやったら開けるんだろう、ちょっと待ってね、待ってね、待ってね、OK、 開けた、ちょっと待ってね、よいしょ。これね、漢字を覚えたい人もこの UUE Books めちゃくちゃ使えるのよ。なんでかっていうと、オーディオブックもあるんだけど、これこっちね、振り仮名が入ってるバージョンで買うと、振り仮名が入ってないバージョンも買えるのね。だからまず振り仮名があるバージョンで全部読んでみてで、分かりましたと。で、今度はこの振り仮名がないバージョンをオーディオブックを聞きながら楽しんでもらったらいいんですよ。まず1回目、もう1回ね、まずはこれ読んでみる、で次はオーディオブック聞きながらこれ見てみる。ちょっとやってみようか、今ちょっとね、音切ってパソコンの音入れて、オーディオブックを入れると、待ってね、これかな、今から1000年くらい前、あ、はいはいはい、京都にあった羅生門という平安京の都の門に一人の下人がいた。これは一人の下人の覚悟の物語である。
ある日の夕暮れのことである。一人の下人が羅生門の下で雨宿りをしていた。広い門の下にはこの男のほかに誰もいない。羅生門は人でよくにぎわっていた場所だったので、ほかにもさまざまな身分の者が雨が上がるのを待っていてもよさそうなのだが、この男のほかには誰もいない、みたいな感じで、これオーディオブック聞きながら読むと漢字と音がマッチするのね。漢字と音がマッチする。で一回わーっと読んで内容もわかる。でそうすると今度漢字にフォーカスしながら、あ、今から1000年くらい前京都にあった、これなんて読んだんだっけな、すぐ調べられる。あ、羅生門だ、羅生門だ、羅生門という、あー、これもわかんないな、あ、平安京ね。これあんまり言葉出てこなかったな。でも羅生門は覚えといた方がいいな。羅生門の都の門に一人の下人がいた。これは一人の下人の、これなんだっけな、あ、覚悟だ、覚悟だ、ノート書いとこう。覚悟の物語である。ある日の夕暮れのことである。一人の下人が、あ、この漢字見たな、どこで見たっけ、あ、そうだ、これ、何で調べたっけ、あ、羅生門だっていう風に勉強できるから、めちゃくちゃすごいスピードで漢字覚えられると思う。うん、っていう風にデザインして作ってあるから、そう、使い方もね、これから YouTube でいろいろ出していきたいんですけど、そうそうそう、そうなんですよ。漢字勉強したい人もこの悠々 ebooks ね、このルビ、ひらがなが書いてあるバージョンと、その書いてないバージョン、そしてオーディオブックが3つあるから、これをコンビネーションさせるとすっげえスピードで漢字覚えられる。うん、そうなんですよ。はい、よいしょ。N1、N2 見ました。本当に難しいけど、それでも日本語訳して勉強しました。ありがとう、ゆうさん。そうね。ぜひぜひ。ちなみにですね、ちなみに、N2、N1 も、買っていただけると、英語のトランスレートもついてくるんですよ。だから、N2、N1 読んでも、こうやって、全部に英語のトランスレートがついてくるから、あ、こういう意味なんだっていうの大体わかるかなと思う。ただ僕のおすすめは N2、N1 ダイレクトじゃなくて N5 から読んでいく。 N5 から読んだらその英語のトランスレートがなくてもわかるのよ、全部わかるのよ、完璧に何が書いてあるか。で次 N4 に行くと、その N5 のコンテクストを使いながら N4 を読むからわかるのよ。で N5、N4 のコンテクストを使いながら N3 を読むから完璧にわかる。で N4、N5、N3 を読んで、もうこの3つのコンテクストがあって N1 を読むから N1、N2 が読めるっていう風にデザインされてるですよ。ですよ。そうそうそう。そうなんですよね。うん。そうですね。はい。だから、なんか、本当にね、できればね、N5 から読んでもらいたいなと思います。はい。ライブは、この火曜日と木曜日かなの、日本時間の8時半からスタートです。はい、ありがとうございます。そう、ねゆりさん、かっこよくプレゼンテーションしたいか、何のプレゼンテーションにかもにもよるんだよな。その会社のインフォメーションを、なんだろう、データを説明するプレゼンテーションなのか、プロジェクトを紹介するプレゼンテーションなのか。かっこよく話すね、かっこよく話すね。あの TED とか見たら、あのスーパープレゼンテーション、テッドジャパンとか、テッドジャパン、うん、あー、でもこれあれだ、
ジャパニーズ。これどうやってシェアすんだ。うん、なんかこういうさ、スーパープレゼンテーションを見て自分の好きなプレゼンテーションの真似をするのがいいんじゃないかな。僕もね、そういう風に覚えた話し方。日本人だから上手に話せるわけじゃないんだよな。こういうの見るといいよ、うん、そうそうそう、いろいろあるけどね。うん、なんかこう頭良さそうに話す人もいれば、シンプルに話す人もいれば、ちょっとオリジナリティを入れて話す人もいれば、そうそうそう、うん、いろいろ見てみて、めっちゃ役に立つと思う。うん、漢字よく分かっても読み方が難しいんです。そうそうそう、だからぜひぜひ、読み方はね、調べるってめんどくさいじゃん、本読んでて。俺思うんだ、小説読んでて、小説読みたい、でも全部振り仮名があると漢字勉強できない、振り仮名読んじゃうから。でも振り仮名がない本を読むと全部調べなきゃいけないから、めちゃくちゃめんどくさい。なんで間がないのかなって。うん、そうそうそう、そうなんですよ。だからこの小説だったらどっちもできるみたい。うん、その振り仮名がないバージョンで読んで、調べるときに辞書を使わなくても、このひらがながついてるバージョンを見ればすぐ読み方がわかるから、ストレスが少ない。で、何回も読めば絶対この読み方が分かってくるから、そう、いいと思う。で、読むのにすっごいストレスがたまる人、要はこれを読むのにめちゃくちゃ時間がかかってストーリーが頭の中に入ってこない人、やべ、そう、ストーリーが頭の中に入ってこない人はオーディオブックを聞きながらこれを読むとストレス少なく物語が頭に入ってくる。うん、だからまずオーディオブック聞きながら文字をこうやって見ていって、その次はオーディオブックなしで見ていってっていう風にやっていくと読めるようになる。そう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 、そういう感じですわ。はい、うん、ということでね、ペイパル以外の支払い方法あると思うよ。多分ね、クレジットカードでも払えるはず。今すぐ購入、ちょっとわかんねえけど、多分ペイトレオンってペイパルじゃなくても払えるよね。うん、いや、ほんとコンプリートパックね、絶対僕の10年の日本語教師をやっていたその学生ってどういう気持ちなのかな、どういう風に読むのかな、どうやって覚えるのかな、何が足りないのかなっていうのを全部入れたプロジェクトなので面白いと思うな。はい、よろしくお願いします。さあ、買いたい場合はね、このリンクからパトレオンのその会員登録だけして、その私のメンバーにならなくていいから、そう、このリンクでクレジットカードで払えるはずだよ。いろんな払い方ができるはず。ちょっと俺払ったことないから分かんないんだけど、ちょっと今度チュートリアル作るね。ここでね、変えますのでよろしくお願いします。先生の声わかるんですが、テストの音声わかりにくいですよね。JLPT のさ、多分音声自体は聞きやすいんだけど、2つポイントがあると思って、1つはスピーカーが悪い。もうなんか、もうそれ何年前のだよみたいなラジオカセットで流したりするよね、 JLPT の音声ね。で、もう1つはなんか心がない。そんなに冷たい言い方するみたいなことってか、そういう話し方で話すからな。
ねえ、今晩何食べる？今晩？そうね、卵焼きはどうかしら。卵焼き？卵焼きはちょっと、今朝も卵食べたじゃん。でも時間ないよ。それじゃあ食べに行こうか。そうね、そうしましょう。プッ。男の人は家でご飯を食べますか？みたいな。そんな話し方しないじゃん。ねえ、今日さ何食べる？卵焼きはどう？卵焼き、でも今日の昼も食べたじゃんって、これ食べたじゃんの言い方でさ、なんか、あ、これ嫌なんだなってわかる。でも時間ないじゃん、どうすんの？あ、怒ってるな。じゃあさ食べ行かない？あ、いいね、食べ行っちゃう。あ、なんかこの言い方だといい感じなんだろうなみたいな、その話し方でみんなってすごいいろんなインフォメーションをもらっていて、例えば僕のポッドキャストもそうだけど、あ、ゆうさんなんか冗談言ってるなとか、あ、今真面目に話してないなとか。 JLPT だとね、懲戒問題だと分かんないんだよね、それが。そのすっごい気持ちが入ってないから。でもそれが分かんないポイントなんじゃないかな。はい、ゆう先生こんにちは。やる気が下がった時にいつもゆうゆのポッドキャスト聞いたり見たりするんです。そうするとモチベーションがまた上がったし、自分の日本語が上達できるから動画やポッドキャストを作ってくれることをとても感謝しています。とてもじゃない、感謝しています。ありがとうございます。ゆう先生のレッスンについて興味があるんですけど、プライベートレッスンって予約できますか？予約できないら僕どこで予約できるか教えていただけないでしょうか。今ね、プライベートレッスンはね、すごい高いよそう、予約できんだけど結構いい値段するよ僕今。でもグループレッスンは結構リーズナブルにできるから、とりあえずインフォメーション、欲しかったらこのメールアドレスに書いてください。インフォメーション送るので。お願いします。ありがとうね。いや、ダビッツさん嬉しいです。とてもそのモチベーションの、僕、ダビッツさんのモチベーションになれて嬉しいです。本当。これ本当ですよ。冗談じゃなくて。そうね。だって試験、そんなもんじゃない？でもさ、思うのよ。N1 に至ったら感情がある会話になるんじゃない？なるのかな？ちょっと聞いてみる？ N1 の懲戒問題。N1 懲戒問題、これ大丈夫なやつ？ちょっと待って、これなんかダメなやつな気がする。 N1 懲戒問題、これオフィシャルだからな。ちょっと待ってな。 N1 の懲戒サンプル見てみようか。ちょっと下げるな。聞いてみようぜ。懲戒 N1。 問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。2番、女の人が新しい製品の企画書について男の人と話しています。女の人はこのあと何をしなければなりませんか？課長、明日の会議の企画書見ていただけたでしょうか？うん、わかりやすく出来上がってるね。ありがとうございます。ただ、
実は製品の説明がちょっと弱いかなって気になってるんですが。そうだね。でもまあこの部分はいいかな。で、この11ページのグラフ、これずいぶん前のだね。あ、すみません。じゃあそのグラフは変えて、あ、それから会議室のパソコンやマイクの準備はできてる？あ、そちらは大丈夫です。女の人はこの後何をしなければなりませんか？課長のお茶を入れるんじゃないか？まあこんな感じ。まあ結構でも気持ち入ってるけどね。気持ち入ってるけどさ、俺いつも思うんだよ、これ聞いて何の意味があるんだろうっていう。この会話ってさ、目で見てこうやっていろいろページとかめくってるじゃん。でこのグラフとか、あの会議室とかっていう、そのインフォメーションなしにこの会話を聞くスキルがいつ必要なのかなって思うんだよな。まあでもね、 JLPT、まあ、これで多分こうどの文法が分かるかっていうのをチェックするんだろうな。はい、まあ、でも結構気持ち入ってんじゃない、ね、弱いと思うんですが、言い方いいよね。上手ですよ。まあまあプロの声優さんですからね。はい、こんにちは。こんにちは先生。こんにちは。こんにちは可愛いな。こんにちはちょっと可愛い、ちょっと好き。こんにちはいいね。こんにちはすごい好き。みんなあのこんにちはにしよう、これから。可愛い、こんにちは。なんかかわちいみたいな感じで、可愛いがかわちいみたいなので。はい、バングラディッシュから見てます、ありがとうございます。こんにちはすごい好き。いやこれほんとなんか冗談抜きですごい好き、かわいい。はい、グループレッスン参加するためにも、あのこのメールアドレスに uu日本語@gmail.com にメールくれたら、どういうあのクラスがあって何人ぐらいいていくらでっていうの全部送るので、お願いします。漫画作ってみるのはどうですか？俺絵描けねえか、まあ、描けんけど漫画はまた別だもんな。そうね。さあということで皆さんもう2時間ですよ。楽しかったね。はい楽しかったね。すごい、みんな楽しかったのかどうかわかんないですけど、はい、今回はねお知らせもできたし、みんなともお話できたし、よかったかなと思います。で、次のライブなんだけど、木曜日、日本時間の、8時半から20時、30分から、そんな早くできない、ごめん待って。今週の木曜日の日本時間の20時30分からライブやります。やるのでぜひ来てくださいね。優しい言葉や情報ありがとうございます。後でメール送ってみたいなと思います。ぜひぜひ。はい、ミャンマー語で読めないよ、さすがに読めないってはい、いろいろ説明してくれてありがとうございます。いえこちらこそ、見てくれてありがとうございます。さあ、あ、ごめん、まゆみさんのコメント読んでなかった。先生漢字何字ぐらい知ってますか？読めるのは多分ね2500とか3000ぐらいは読めるんじゃないかな。常用漢字以外も読めるから、3000ぐらいは読めるかな。書けんのは多分500ぐらいしか書けないもう全然書けない。木曜日はディスコードで話すやつやります。あのゲームじゃない、ゲームやだ
ゲーム嫌だ。ゲーム嫌なので、みんなとディスコードでつなげて、まあ、みんなの相談を受けたり会話をしたりするっていうのをやっていきます。はい、そうね、よいしょ。はい、さあということで、そうですね、ありがとう、ありがとうございます。よかったよかったよかった。まゆみさんまだいらっしゃいましたね。よかったですよかったです。うん、あとはもうみんなコメント読んだよね。大丈夫だよね。大丈夫だね。はい、さあということでね、2時間やっていきました。ラジオ2年前からありがとうございます。もう2年になるんだ。長いね、ほんとね。いつもこれてか、これからも応援よろしくお願いします。はい、さあということで皆さん、ゆっくりお休みください。ということで、また木曜日に会いましょう。お疲れ様でした。バイバイ。